はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストしんです。今日はですね、チューリップ10本を使った花束を作っていきます。チューリップはこれからの時期ね、もう主流になっていくメインの花材ですから、それをね、いかにこう簡単にかっこよく見せられるかっていうのを今日は皆さんにお見せしたいと思います。ではね、早速いってみましょう。どうぞ。ちょっと待ってください。今ね、チューリップ10本って言ったんですけど、これね、どう考え、数えてもチューリップ9本しかないんですよ。でもこのね、チューリップが9本っていうのと10本っていうのは大きな問題じゃないんです。このチューリップの花束はいかにこのチューリップに対して君たちが愛を持って接して花束ができるかっていうのが一番問題なんです。はい、では行ってみます。すいません、これね、1本ね、折れてたから8本です。でもこの8本と9本っていうのが大きな問題じゃないんです。関係ないね。では行ってみます。はい、ね、この花束にするとよくこの下葉の処理、もちろん僕もね、よく言います、この花束をしてるときに。ただチューリップに関してはあんまりそれ気にしなくていいです。この葉っぱを1枚取っちゃうと割とこうなんかね、寂しくなっちゃうんですよ。だからこう掴んでこうやって使ってっちゃうような感じにした方がいいです、チューリップに関しては。で、この花束、チューリップの花束に関してはいかにこの花とこの葉っぱをうまく使うかが問題なんですよね。だからこういうふうにしっかりと葉っぱをと花を組んでいきます。こうですね、こうです。ただね、これがね、例えばもう30本とか40本とか50本とかって花束になっていったら、少し葉っぱを間引かないと今度は逆に太すぎちゃうんです、ステムがね。その場合は取りますけど、このまあ通常よく作るの、皆さんでよく作るのは本当にまあ10本ぐらいだと思うんですよ。だからそれはもうこのように作っていきましょう。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとプレイバックプレイバック今のは母親がよく歌ってましたから、僕じゃないです、僕の世代じゃないです。さすがに桃江ちゃんは僕の世代じゃないです。はい、今回はあれ、さっき僕スパイラルって言いました？わかんない、ちょっと忘れちゃったんですけど、スパイラルじゃなくて実際はこのこうパラレルですね、パラレルで組んでます。まあこのパラレルにするのかスパイラルにするのかは、まあその時のこの花の状態、花とはこのステムの状態で決めてください。まあ基本スパイラルの方が多分花束にするのは多いんですけれども、もちろんね、こうその花によってはパラレルが適用されることがありますので、それでやってください。でここからがちょっとおしゃれポイントなんですね。